正直申し上げまして、仕事と学業の両立というのは、とても時間的な制約が多くあります。ただ資料を読むのは、行き帰りの電車の中、そして、昼休み等で、フォローし、あとはまあそうですね、睡眠時間を削るっていう形にはなりますけれども、まあ学ばれてる全ての方々が同じ状況でありますので、励まし合いながら苦労と思わない形で、学ぶことができると思います。